がボロンコすぎたぞ。これレンチンで出していいかな。2日前に作ったトマトスープを、おっきい。あっ、鍋が吹っ飛んだ。鍋ないなった。待って。鍋どこ行ったの。鍋。はい、どうもよろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も、クッキングシミュレーターやっていきたいと思います。前回の続きからなんですけど、日が空いたので、僕は全然覚えてないけど、なんか多分、ボルシチシチューじゃね、なんだっけ、スープ、みたいなやつ、ボルシチって何？ボルシチのスープ、どっちがどっちだっけ？わかんなくなってるけども、もうスープ二つ目作って、ここにしまってっていうところですね。よし。まあ、これは冷えたままで出してもいいのか、レンジで温めて出すのか、また考えてやっていこうかな、というところで、うん。まあ、これは直して、お掃除フェーズからのスタートなんで、一応ね、まあ、前回の振り返りというか、大丈夫だっけこれでっていうところをね、まあ、ちゃんと見て。うるさいな、外、もう暴走族が通り過ぎなのよ、このゲーム。どんだけ？よし。さあ、ということで、まあ、こんな感じで、準備フェーズ終わっていきますか。何も終わってないよね、僕ね。もう終わってない。じゃあ、準備フェーズおしまい。あ、掃除フェーズだ。掃除フェーズおしまいして。はい。経費かかりすぎなんだよね。経費何買ったって前回。ちょっと覚えてないな。もうそろそろ破産するんじゃないうち。大丈夫？よし。ということで、はい、この辺のね、スキルポイントアップして、パークを選ぶと、新しいパーク、何を選べばいいんだろう。お皿が割れない耐熱手袋。どれがいいだろう。耐熱手袋が結構使えるんじゃないかなと思うんだけど、耐熱手袋取っちゃっていいかな。まあ、お皿割らないとかは自分が気をつければいいだけだから、お手手を強くしよう。よし、これにします。はい。で、アップグレードは、アップグレードね、まあ、これちょっとま、あんま悩んでてもあれだからカットしますか。まあ、これあげましたよっていうところでパンパンパンとやりましょう。まあ、そんな感じで、こういう感じになりました。な、ザクーッと流していくから、まあ、気になる人はゆっくり見てくださいくらいの感じで、こんな感じにしました。はい、ではやっていきましょう。うん。はい、4日目。さあ、お客様の注文、あ、なんか、まあ、全然読めないけど、なんかいろいろ言ってた。で、今日はデイリークエストで、一本も銀を割らなければいいらしいです。はーい、了解です。銀に触らなきゃいいのかな、もう。わかんないけど。よいしょ。いやーと。まあ、この箱さを、持ちやすいところに置いていい？よいしょ。この辺で。はい。いやー、てか、この箱をさ、向こうに持っていっちゃおうか。向こうに持って行った方が楽、便利じゃない？これ。なんか、この辺に置いとこう、この辺に。ほい。よし。これでこっちでね、いろんなものが手に入るようになった。いやーと。まあまあ、でも、なんか、言うてあの箱使う機会そんなないかもしれないけど。いやー、今回は何が必要だろう。とりあえず、まあ今回も水を入れとこう、先に。1リットルの水を、ここに、鍋に入れとくだけ入れときましょう。よいしょ。まあ、それぐらいかな、今回の準備するのは。よいしょ。よいしょ。まあ、これで、いいでしょう。これで。じゃあまあ、早速、仕事始めていきますか。準備フェーズスキップ。はい。さあ、来い、仕事。オッケー、サーモンステーキと、ボイルドポテト。これね、得意なやつですよ、もう。さすがにこれはもう慣れてるからね。サーモンフィレ。はい。サーモンフィレを鍋に置きます。ここに入れて、この水を持っていって、じゃがいも2つ取る。なんか水全部こぼしたんだけど。やば。そんなん聞いてない。あ、待って、じゃがいも飛んだ。はい。じゃがいも持って、水こぼれたから水入れよう。はい。よーし。水を。1リットル入れて、まだだ、もうちょっと。はい、OK。まあちょっと多いけど気にしないでいきましょう。うん。置いて、もうメニューもな、だいたい覚えてるけど、よし、
塩20だね。塩20。よいしょ。はい、はい。オッケー。うん。じゃがいもに塩直接振りすぎたから今。まあ、いっか。大丈夫でしょ。ひまわりオイルを、ここに10でしょ。よし。はい。じゃあ、はい。これで、置いて、塩コショウを忘れないようにしよう。塩コショウ 15?5 だ。よし。はい。1、2、3、4、5。はい。で、塩。塩を、1、2、3、4、5。OK。完璧です。これで。これで120。よし。設定して、置きます。置きます。スタート。もうね、さすがにこの辺の料理は慣れてるから大丈夫と。で、いつも通りちっちゃいお皿を持ってこよう。うん。はい。で、ヘラ。ヘラを用意しておく。いや、ほんとに。まあ、正直、そろそろこの辺の慣れてる料理とかは、カットしてもいいんじゃないかなと思ってるので、今回の動画はちょっと、これは、あれ、前回もカットしたんだっけ？前回もカットしますっていうこと言ったかもしれないけど、あんま覚えてないですけど、まあなんか、そんな感じですね。まあ、今回は特に、ちょっともう、意識して、簡単なやつはサクサクとカットしていこうかなとも思います。うん。やばい。やばい。なんか、魚が、なんか前回から魚がうまく持てない。うん。よいしょ。はい。これどっち？ちょっと待って、違うよね、違うよね、違うよね。それじゃないよね。そうじゃないよね。こうして、こうして、はい。こう。こう。あー？はい。よいしょ。ん？できない。よし、いけた、いけた、いけた、やっといけた。これで、ヘラはもう置いといて、ヘラー置いといて、よいしょ。あ、これサーモンフィレが出来上がるの待とう。とりあえずこれは置いといて。まず、先に出来上がったジャガイモの方から回収します。ジャガイモ回収して、このサーモンフィレが焼き上がるのを待って、今やっていきます。提供しましょう。うん。まあまあ、多少の事故があっても、まあ、もはや、鍋が吹っ飛んでいくとかいう、そういうありえない事態が起きなければ余裕ですよ。まあ、さすがに鍋が吹っ飛んでいくとかね、そんなことはね、起きないと思うんで。まあね、余裕です。はい。ということで、提供しましょう。はいよ。さあ。これでどうでしょう。いや、完璧。ただ味見が。これ多分、サーモンの焼き加減かな。どうだろう。サーモンの加熱ミスだね、やっぱ。そして塩が？どういうこと？ポテトの塩が多すぎると不足していますが、両方あるんだけど。やっぱ、先に水に塩入れとかなきゃいけなかったか。塩を上からかけたから、片方に偏っちゃったね、じゃがいもに。よし、これ、ちょっと、先に捨てよう。一回捨てるっていうことを覚えた僕は。ちゃんとやるために、これは一回捨てて、ここに、また、1リットルの水を入れます。入れて、これにまず塩を振る。塩。塩を、ここに20。よし。20振って、OK。ここにじゃがいもを積もう。じゃがいも。じゃがいもをこれで積んで、こいつはもう、もうこいつ先に温めとこうか。はい、もう温めちゃおう。よし。で、サーモンフィレを持ってきまーす。サーモンフィレ。はい。これをまた鍋に入れる。まあ、これはね、オイルは、さっき引いたから大丈夫かな？うん。まあ、ちょっとかける？ちょっとだけ。1ミリぐらい入れとこう。よいしょ。待って。入れたいんだけど。よいしょ。ちょっと入れて、まあ、これぐらいでいいでしょ。はい。置いて、これをちゃんとここに置いて、火にかける。オッケー？よしよしよし。順調順調。で、お皿をこっちから手に入れてみよう、今度は。と。
ここで取れる？あ、取れないのか、ここで。あ、じゃあお皿は向こうで持ってくるしかないのか。ダメでした。よし、お皿持ってきます。まあ、お皿は基本ちっちゃいお皿。やっぱね、安く済ませていくの大事、こういうところ。で、どうだろう。じゃがいもとサーモン。サーモンが先に終わりそうだな。あとはサーモンをちゃんと裏返す。あ、そうだ、耐熱手袋手に入れたからさ、僕ってもしかしてさ、サーモンフィレ自分で触れる？あ、でも触ったところで裏返せないか。裏返せるのかな？で、やってみよう。ちょっと手でやってみます、サーモンフィレ。耐熱手袋の力を見せつけてみよう。まあ、手袋つけてるからといって食材直接手袋でグッていくのもなんか、どうかとは思いますが。まあ、いけるんじゃないですか？これ。もしかしたら。サーモンフィレが、いけた。さあ、高度な操作。これで回転させて、あ、よしよしよし。これで離す。あ、完璧だ。こっちの方が簡単じゃん。いいね。いいね。もうヘラいらない君。バイバーイ。よし。そして、じゃがいもがそろそろできるので、お皿を持ってきます。いやー、マジで、順調だな。もう一流料理人になってしまってるかもしれない。うん。よし、カットするとか言いながら、全然ずっと喋ってる僕は、これ。まあまあ、次からはもう、さすがにこの料理ではミスらないんで、この辺の料理はカットしたい、と思ってるけど、このゲーム本当に気づけば喋ってるから、カットのタイミングが、わからない。うん。さあ、サーモンフィレどうだ？もうすぐでき、待って、気づいた。塩コショウかけてない。今からでも間に合う？ちょ、待って、今からでも間に合うかな、これ。1、2、3、4、5。よいしょ。はい。塩、胡椒を忘れてました。まあ、似合うでしょ、これで。大丈夫でしょ、多分。ちょっと焼けすぎた？ OK。まあ、十分。多分、これで大丈夫でしょう。はい。よし。ということで、提供します。どうだ？よし、完璧、完璧。これはもう何も文句なしじゃない？ほとんど。あー。まあ、オイルがちょっと多いって言われた。オイルやっぱ追加しなくてよかったんだなあれ。まあでも十分ですね。美味しい。今回はなかなか順調じゃないかな、これ。この辺ちょっと捨てようか、一回。あ、オッケーオッケー。それはもうね、簡単だからいいよ。はい。はい、そう。はい、バサーと。はい。これで、置いといて、あー、ちょっと待って、電源切ってない。鍋もちょっと一回捨てます。鍋も一回してます。はい、はい。はい。はい。で、ここに置いといて。違う。ここに置いといて。で、とりあえずこれ作るよ。ボルシチ風。どっちだったかな？どっちかわかる？みんな。みんなって誰？誰に話しかけてるのかわかんないけど。え、多分こっちな気がする。だって、量が多いから、新しい料理でしょ、これが。よし、これで。今回も温めとかなしでいっか。温めなくていいんじゃない？なんか、いやー。まあ、二日ぐらい前に作ったやつだけど、いろいろ気にせず、いきますか。うん。よし。はい。置いて。お玉どこだ？お玉これだ。よし。はいはーいと。パサ。まあ、めちゃくちゃ冷たいけど、これでいいと思う、僕は。いや、どうする？いや、レンジやるべきかな？やらなくて出してどうなるか、ちょっと一回試してみようか。とりあえず、これで。はい。お願いしまーす。さあ、これで評価が。あ、十分じゃん！星4だって！十分。いいね。人参が多すぎ。あ、そうなの。これ人参多すぎはもう仕方ないんだよね。もともとそうだったから仕方ない。うん。よし。さあ。よいしょー。直して。待って、これちょっとまずいかも。待って。よいしょ。新しい注文、トマトスープだね、これ。トマトスープはこっちでーす。よいしょ。トマトスープも、もう冷めたままでいいってことだね。さっきの感じで言うと。ダメだったんだけど。ダメだけど、まあいいでしょう。仕方ない。気にせず行きましょう。うん。はい。まあ、300ですよ。いつも通り、
ここに組んで、組んで、ライブなくなってきた。次もうダメじゃん。次はトマトスープ作らなきゃいけなくなったね。足りなくなった。新しく作らなきゃいけませんが、とりあえず今回はこれで、提供しまーす。はい。よし、オッケー。まあ、冷たいだけのトマトスープです。まあ、うちはね、やっぱ冷たいのも売りみたいなとこあるんで。まあ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 、今夏だからね。やっぱ夏は冷たいスープの方がいいでしょ、みんな。で、まあ、この140はちょっともう、もういいか、さすがに捨てよう。ちょっと足りないからね。よいしょ、これを捨ててしまって、にゃーっと。はい。これをまた新しいの作った時に使います。で、次何が入った？サーモンステーキなんで、これもちょっと今度こそ、これ、スキップします。はい。待って待って、スキップしようと思ったら違う料理も入った。あれ、二つ同時に来るやつはちょっとね、なんか僕の二つ同時に頑張ってる感じを見せつけていきたいので、スキップしなくてもいいかなとも思ったり思わなかったり、いやー、やっぱいいや。普通に、スキップします。にゃーっと。ていうか、これを先に終わらせてから、はい、もう一個のやつやります。うん。はい。ということで、これを提供して、はい、提供。オッケー。めちゃくちゃ順調です。ほら、もういい感じ。何が足りない？何がダメでしたか、今。オイルが多いか。あ、だよね。ちょっとオイル多く入れた記憶があったんだ。まあ、それぐらいです。よし。これ今、黒胡椒かけたとこまでやったんで、タイムいきます、タイム。はい。タイムをかける。1、2、3、4、5。もう一回ぐらい。はい。入れて、ティル。ティル。ディルをかける。よし。1、2、3、4、5、6ぐらい。はい。これで置いて、まあ、これはもう入れるだけですよ。あ、なんか、こぼれかけてない君。大丈夫？大丈夫？まあ、いけるか。大丈夫だと信じて入れまーす。はい。では、やっぱちゃんと真ん中に置きますか？ぽい。え？どこ行った？マス！マス！マスどこ行った？あ、落ちてた。お、よかったよかった。マスが消えたかと思った。もう、ほんとに焦るよ。はい。マスを置き直して。はい。入れまーす。はい。入れた。閉めた。何秒だっけ、これ。90秒ね。90秒。オッケー。90秒行きまーす。よいしょ。1、2は言っちゃダメ。よいしょ。これぐらい。はい、これで置いといて、その間でレモンを切りまーす。完璧ですね。順調、ほんとに。もうレモンは適当でいいんで、これ。もうレモン適当でいいのは僕は学んでるんで、レモンは雑に。雑に？雑に。いきます。違う。レモン切る。よし。半分にして、半分にしたいんだけど、これなんか斜めってるな。まあ、いっか。いや、絶対違うなー。まあ、いっか。まあ、レモンのサイズで怒られると思いますが、気にせず行きましょう。うん。あとは、こいつだね。こいつを、フレッシュを、まあ、使うやつ適当にこっちに置いとこう。よいしょ。はい。3つ分。これで、6グラムあるんで、あとであれを取って、おしまいです。お皿に先にレモン乗せとこうかも。レモンを、明らかにもこのサイズがやばいやつ。13と29。ちょっとサイズ感がね、やばいけど。まあ気にせずいきます。うん。もう、なんかこれ盛り付けも先に乗せちゃっていいんじゃないか、これ。このパセリも先に乗せちゃって、この上からあれが焼き上がったら入れたらいいと思う。うん。4、3、2、1と。なったら、これを先にしてやったから。いや、違う。10秒。時間差作ってたから。まあ、これぐらいか。よいしょ。回す。いい感じ。急げって言われてる。危ない。どうでしょう？これで。間に合ったでしょう？うん。あ、完璧。多分レモンのサイズで若干のマイナスかな？うん。違う。あれ、マスの加熱ミス。あれ？加熱の時間ちょっとずれたかな？まあまあまあいいでしょう。まあ言うて満足してもらったので、オッケー。あ、ということで清掃作業に入ります。もうね、完璧だね、ほんとに。とりあえずこの辺捨てますか。周りウィンとか余裕あるもんね、全然。全
然毎回捨ててもいいぐらいにはあると思うから。違う、ないか。違う。操作がわからなくなってる。違う、よし。さっきまで順調だったのに。はい、バサーっと捨てて。うん。まあ、今回は特に新しいメニューもなくというところだったんで、本当に余裕だったかなーって感じですね。これ一本の動画にしていいのかな？本当に新しいこと何もしてないけど。どうなんだろう？ちょっと次回からその辺、まあ、一日一本じゃなくて、新しい料理をやらなかったら、もうなんか、その回はまた、やり直すみたいな感じに考え直してもいいかもしんないね。これ先に水入れとこうか。よいしょ。昨日の水を明日使う。今日の水を明日使う。こういうスタイルでやっていきます。いやー、めっちゃ入れちゃった。めっちゃ入れちゃった。なんで追加してんの？違うんだって。よいしょ。ちょっとこぼそう。ちょっとこぼそう。バサッと。あー、やりすぎ？まあいいでしょ。これで。よいしょ。どう？あと100ぐらい。あと50。まあこれでいいでしょ。よいしょ。これで置いとこう。まあね、とりあえずこんな感じで。どうしようか。明日の分のシチューじゃない、スープ作っとく？スープ、作っとこうか。トマトスープ作ります、今から。間に合うかな？ 3 分でトマトスープが作れるだろうか。スープ覚えてないんだよね、僕。あ、間違えた、スペキップしちゃったー。まあいいや。ということで、今回こんな感じでおしまいにしようと思います。デイリークエストもクリアしたしね。いい感じだったんじゃないでしょうか。デイリークエスト僕の体で完全に隠れてるね、これね。まあまあ、瓶一本も割らないようにしましょうっていうデイリークエストがあったんですけど。それもね、まあそもそも瓶は僕、周りオイルしか使ってないから。まあ問題なく、しかも今回かなりプラスじゃないこれ。経費40だな。多分お皿代ぐらいしか使ってない。お皿と料理と、まあ、うん。くらいで、新しいもの全然買ったりせずに、食事収入がしっかり入って、今回はかなりプラスで終われましたね。よし。ということで、まあ、次回からちょっとその新しい料理が来るか来ないかとか、その辺で、まあ、カットとか、もしかしたら、1回の動画で2日分やったりとか、考えていきたいかなと思います。それでは今回ここまでで、お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。というか、なんか、サクッと次に進んで、あれが、サクッと、なんだろう、終わろうと思ったんですけど、セーブできるタイミングが、まだもうちょっと先だったので、進めてたら、あれが、新しいメニューが来ました。新しいメニューどうしましょうか。にゃー、これはシチューだってシチュー。僕今日シチューって言い間違えしたもんね。なんかスープのこと一生シチューって言ってたし、なんか、このタイミングでシチューの料理のメニューが来たのは、これはもうそういうことだということで、これを解放しておこう。よし。ということで、これを解放して、あれ？待って。解放して、オッケー。おしまいにしましょう。うん。ということで、お疲れ様でした。またね。バイバイ。